思い返せば前と柏木くんも梅酢でお好み焼きを食べましたね。くるみとやがみさんも梅酢でお好み焼きを食べましたね。梅酢でお好み焼きを食べたらあかんかも春とのことが心配な週末でしたが福原遥さん赤楚衛二さん古舘漢二さん豆まきをする姿が3人とも楽しそうで何よりでした。 山田さん役の大浦千佳さんの裏話が載っていたので、拝見したところ、役作りに苦労されたようです。山田さんは、高卒で岩倉に入社したのですね。学歴コンプレックスというのでしょうか山田さんから、前を見ていると、大学に入ったのに、自分のやりたいことのために、大学を中退してパイロットの道へ進もうとして、と思っていたら、 岩倉に入ってきて好き放題しているようにも見えたのでしょうね羨ましく思えたり自分の環境の違いに小言も言いたくなるのはわかりますねそういう描かれていない部分を作って山田さんのキャラが出来上がったのですねでもそのツンツンがなくなってこれからの山田さんはどうなるのかしらヤングズリフェスタ参加したいな 第87話のあらすじです。ワイドショーでハルトがインサイダー取引をした疑いがあると取り上げられる。それを見た雪乃さんがめぐみさんに知らせ、めぐみさんはそのことをインターネットで確認する。ハルトを案じるめぐみさんと前は、ハルトに電話をするがつながらない。自宅前や岩倉に大勢の報道陣が詰めかけたことから、めぐみは、 社員を集め謝る。